感想を受けて今いかがでしょうか。いや本当に最高ですね。はい、まあ、お帰りとかいう言葉もいただきましたし、本当にそのお帰りありがとうございます。はい、ありがとうございます。いろいろね声も飛んでます。ありがとうございます。ありがとうございます。せっかくですので松井さんも立ち上がっていただいて背番号を見せていただいてよろしいですか。背番号7番での復帰です。改めてライオンズのユニフォームで当時と同じ7番での復帰、このあたりのお気持ちはいかがでしょう。本当に15年ぶりなので、本当にこのクスノキホルムも本当に懐かしく思いますし、また本当にここからまた始まるんだなと、本当そういう意味では非常に身の身が引き締まる思いで、はい、気持ちが高まってますが、キャンプでは徐々にやっていきたいと思います。ではそのキャンプからシーズンに向けて、今シーズンのご自身としての目標どのあたりに設定しますか。そうですね、まず本当にどんな形でもいいのでチームに貢献したいですし、僕らのライオンズに来てまだ日本一になっていないので、まあ、そのためにやっぱまず優勝しないといけない、この気持ちはご自身も毎年同じですし、ぜひ、日本一なんで所沢でパレードしたいと、そういうふうに思っていました。まあ、そのためにも自自身もアピールしてチームに貢献できるようにやっていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。そして松井さん、大臣では選手兼テクニカルコーチという立場でもいらっしゃるんですけれども、はいはい、まあ、本当に昨シーズンは機動力もぐんぐん伸びてきたライオンズにどんなエッセンス加えてくれるんだろうとファンの皆さん期待していると思いますが、僕も本当に選手と兼任でコーチもやらせていただくんですが、本当に僕自身も初めての挑戦ですし、本当に選手のことをまず知ってしっかりコミュニケーションを取って時間の勉強させていただきたいなと思っています。ありがとうございます。今週の特集に期待します。松井選手でした。